皆さん、こんにちは。このビデオでは、2001年から2006年までの R50 ミニクーパー車が経験しやすい10の一般的な問題について説明します。番号1。これらの車両の一部の CVT オートマチックトランスミッションは、高い故障率を経験する傾向があります。番号2。これらの車両の一部の電動パワーステアリングポンプは、12万と17万キロメートルで故障する傾向があり、 交換する必要があります。番号3。マニュアルトランスミッションを装備したこれらの車両の一部では、クラッチの早期故障が発生する可能性があります。番号4。これらの車両の一部のウォーターポンプは、9万と15万キロメートルでクーラントの漏れを引き起こす傾向があり、交換する必要があります。番号5。これらの車両の一部のタイミングチェーンは、 時間の経過とともに伸びる傾向がありますこの問題によりエンジンが最初に始動した時およびエンジンがアイドル状態の時にガタガタ音が発生します番号6プラスチック製のラジエーターサポートは壊れやすい傾向があります番号7これらの車両の一部のウィンドウレギュレーターは時間の経過とともに誤動作しやすく影響を受けたウィンドウが動かなくなります 番号8イグニッションスイッチが故障し始めると、フロントガラスのワイパーがランダムにオンとオフを開始します。故障したイグニッションスイッチを新しいものに交換すると、問題が解決します。番号9油圧式ラッシュアジャスターは、時間の経過と,とともに、特に冬の間はうるさくなる傾向があり、交換する必要があります。番号10 バルブカバーのガスケットは時間の経過とともに硬化する傾向があり、オイル漏れの原因となるため、交換する必要があります。これらは2001年から2006年までのミニクーパー車が経験しやすい銃の一般的な問題です。